おはようございます。グロイン基準価格の変動要因を解説します。グロイン毎月分配型の9月15日の基準価格は2525 25円でした。前日比プラス0.5%、13円の上昇となりました。グロインの基準価格は前日のルクセンブルグの16時、 ニューヨークの10時の時間に基づいて計算されています続いて為替と株式別の変動要因です基準価格の変動のうち為替要因がマイナス6円株式要因がプラス19円でした14日の株式市場は欧米ともに上昇しました米国では M&A の活発化やコロナワクチンの開発進展期待を背景に S&P500 種株価指数はプラス1.27%上昇しました。中でも米国の広域株指数はプラス1.30%の上昇となりました。為替は小動きの中円高となりマイナス要因となりました。以上です。